頭虫。解説。この虫は、形は毛虫に似ていてムカデではないが、体の前後に頭がある異様な姿をしているとされる。見るところの異物。二頭虫は、帰国船外録という、江戸時代に書かれた各地の奇怪な虫類を紹介する書に記載がある。ただし、著者とされている南国先生にとっても情報が少ない存在であり、他の項目では記されている産地や大きさなどの情報が一切存在しない。まさに、謎に包まれた虫というわけだ。でも、これを聞いたとき、頭の中で鮮明に思い浮かんだ映像があった。自分はこれを見たことがある。兄と一緒に見たことがある。家に来てほしい、頼む。仕事で精神を病み、引きこもりがちで音信不通になっていた兄からのメッセージに気づいたのは、残業終わりの真夜中だった。決して教えてくれなかった住所も載っていた。兄が一人暮らししているアパートは職場から車で30分ほどかかるところだった。確実に日付は超えるだろう。でも、込められた不穏なものに嫌な想像がよぎって、自分は直行することにした。部屋の前に到着し、チャイムを鳴らしたが反応はない。合鍵を取り出したが、それを差し込む前に内側からカチャンという音が聞こえた気がして、試しにノブを回すと扉は開いてしまった。紐を引っ張り電気をつける。膨れたゴミ袋、積み上がった食器、紙くずと食品の空箱、そして虫の卵とさなぎ。それらが見えた瞬間、刺すような酸っぱい匂いがして、ブブブブッと無数の大きいハエが羽音を鳴らして外に出ていった。来たよ、おい。窓を開けつつ、呼びかけるも返事はなかった。ただ、寝室からガサッという音が聞こえて振り向くと、立っている人影が見えた。それと同時に寝室の戸が勢いよくバンッと閉まる。よかった、起き上がる気力はあるんだなと思った。ノック、入るようと断りを入れて戸を開ける。暗い。紐を引っ張り電気をつけた。兄がいた。冷たくなって部屋の奥、布団の上で満足そうな顔をして、内側から溶けて流れて吹いていた。天井には縄。今までなかったはずなのに、突然強烈な匂いが現れて体が重たくなる。ああ、でも考えてはいた、想定してはいた。自分が思う以上に、兄はそうだったのか。疑問は残るが、諦めがつくような気持ちだった。腹が割れているとしか言いようのない兄の姿は見るに耐えなく、思わず顔を背けていた自分がいた。ああ、怖い。呼ばれた。兄の声がする。まさか、思わず駆け寄った。その時、その虫は現れた。兄の喉の薄皮一枚内側を這い、口から出てきたそれは、真っ白く、黄色い産毛の生えた芋虫のように見えた。ウジ虫にしては大きく、しかしミミズほど太くはない。それは、長く、なった。短く見えたそれは縮み潜んでいただけで、スルスルと兄の顔の何倍もの長さまで伸び、うねりながら自分の方に向かってきている。それでもなお、もう一旦は見えない。質量保存の法則を無視しながら、ぷちゃぷちゃと部屋にあるウジ虫のさなぎにぶつかりながら収まっていく。薬指くらいの長さになったところで、ようやくもう一旦も頭部であること、つまり虫が二つの頭を持つことが分かった。その後、虫は何をするわけでもなく兄の体に戻っていった。片方の端が閉まった後のある首筋をくるりと見せつけるように巻きながら、自分を差し置いて破けた唇を通って兄の体の中に入っていく。もう一旦は下半身の方へと伸びていく。なぜか、ずるいと思った。相当の虫に対して、自分は嫉妬していた。視聴不詳。解説。死に至る過程や、存在することが止まることについて考えるときに認識され、心配になるという死の感覚。死ぬのは怖い。人はいつか必ず死に至る。でも、それを意識しながら生きていくのは難しい。大半の人は死から目を背け日常を過ごしている。でも、兄は違った。死を恐れ何か行動できるのは、死を遠くに見ている間だけ。何十年後だろうと、数日後だろうと、数秒後だろうと、死と向き合う余裕があるからできる。死を受け入れられるのは、どこか人ごとだから。何かを信仰して楽になったり、科学的に考えて無になるだけなんだよと淡々と考え続けたり。それらができる人々が羨ましいと、学生の頃から兄は布団の中で語っていた。だから、精神を病んだ時も自分から死んだりはしないだろうと勝手に思っていた。
それこそ人事だから、兄の気持ちは本人にしかわからないけれど。でも、あの虫を見てから考え続けていることがある。あの虫は、兄にとって何だったのか。あんな、見せつけるみたいに。兄の死因は不明。怪死だった。正確な死因を特定しようと思えばできたのかもしれないが、自分の両親は解剖を望まなかった。警察も事件性はないと判断した。使われた形跡のあった天井の縄から、自殺未遂をしていたのだろうとも判断され、適当とは言わないが、そういう感じだろう。ということで処理されたのだろうと認識している。自分以外の誰も、あの虫とは遭遇していないようだった。一応、兄の部屋を清掃した業者にも聞いてみたが、見ていないという。まあ、そうだろうなと感じた。あれは自分を呼んでいた。自分だけを呼んでいたのだから。兄は死後、数日は経っていたという。それなのに、玄関を開けてくれたのは誰だったのか。あの人影と声は何だったのか。考えれば明らかにおかしいことはいくつもある。見間違いや幻覚だろうという考えを、今も履歴に残るメッセージが否定した。そもそも、あの虫は何なのか？自分なりに様々調べてみたが結果は芳しくなかった。ピンとくるものはなく、超常現象的なところまで考えてみて、一番近そうなのが妖怪、二頭虫。というあやふやで情報が少ない存在という始末。多頭の動物種は存在しない。ただ、双子の亜種である結合ソーセージや奇形による相当生物が生まれるケースは多く確認されている。しかし生物としては、必要な器官の欠如などで基本的に弱い。虚弱で、そのまま死んでしまうケースも少なくない。2018年、二つの頭を持つ小鹿が話題になった。小鹿は結合ソーセージで、枝分かれした一本の脊髄を共有していたという。さらに鹿は二つの心臓と消化器官を持っていた。ただし、片方の消化器官は閉ざされていた。小鹿は生まれてすぐ、もしくは生まれる前に死亡したと考えられている。プラナリアという生物が存在する。高い再生能力を持ち、頭に切れ込みを入れれば二つの頭を持つプラナリアに再生する。なお、例えば前後に二つに切った時、再生はビブ側から頭部が、頭部側からビブが生える。必ず正しい方向で秩序正しく行われる。小さい状態で再構築する。頭部の切り口から新しく二つ目の頭部が生えてくることは基本的にはない。余談だが、ビブから再生させた個体に切断前の記憶が残存している可能性を示す実験結果が報告されている。だが、一つ思ったことがある。妖怪、二頭虫は実在したんだろうなということだ。妖怪、二頭虫に関する情報は少ない。それでも廃れず現代まで伝わったのは、そういう目撃情報が本当にあったからじゃないだろうか。何かの概念に形を与えた存在でない、何の思いも背景もなく、ただ単にそこにいた、だけの虫。突然変異で生まれた、長く生きられない2匹で1匹。何も与えられていないから、誰かの思い次第で何にでもなれる虫。あの虫は自分たちのような、まるで、切っても切り離せない存在の象徴。のように自分は思えた。だからこそ羨ましかった。自分たちみたいなのに、あの虫は、完成、している。一つにくっついて、全く同じ存在になって理解し合えている。だから堂々と網に巻きついた。でも、自分たちは完成していない。不完全だと思った。この虫は、完全なのかもしれない。冷蔵庫の下から出てきたこの虫は頭が二つある。やけにしぶとく、死なない。俺がこんなに何回も何回も死のうとしてるっていうのに。生きているのを見せつけてくるように。試しに叩き潰して外に放り捨ててみたが、期待通り死ななかった。何事もなく元に戻ってくる。何度もいろんな方法で殺してみたが、全部自分の想像通りになった。不思議だ。とても不思議だ。試しに開いてみると驚いた。赤い。綿みたいな筋肉と、汁が赤い。その中には白くて細い神経が巡っていて、白いピョロピョロしたたくさんの細い管と、黄色い何かで満たされた半透明の太い管が詰まっている。でも、何よりも驚いたのは繋がっていたことだ。頭から伸びてきた管は、もう一つの頭にそのまま繋がっていた。この虫が糧としたものはどこにも行かず、永遠に残り続ける。始まりだけで終わりがない、二匹で足りないものを補い続ける。自分にとっての理想だった。
この虫は、永遠に死なない。のではないかと、そう思えた。本当に荒唐無稽で、頭がおかしいと思う。自分自身どうしてこの虫にこんなに執着しているのか、想像しているのか、考え続けているのかわからない。それと、もう一つだけ感じたことがある。この虫は自分に甘えるように寄り添うに、自分を肯定し続けてくれる。自分に何度もひどいことをされ、中も開かれたのにもかかわらず思っていてくれる。まるで、俺は自殺じゃなくトリップ目的で指定刑で釣ったことあるんだけど、グエグエして苦しかった。首吊りは楽に死ねるって触れ込みだけど、やっぱ嘘なんじゃない。できれば今日中、親が帰ってくる前に死にたいんですけど、何かアドバイスありますか？一応、医学的には根拠ある。やったことないからわからないけど、定型でやれば？準備終わった。あとはやってみるわ。みんな昨日からアドバイスありがとう。遺書もバッチリ。じゃあね。失敗したらまた来る。おつ、天国行けるといいね。さよなら。俺も明日やります。俺は自殺したいわけじゃないけど、このスレにいる。俺は自殺を肯定する気はない。ここにいる奴ら、みんな死んでほしくない。自殺なんて、死ぬということを考えないようにしてる奴か、人ごとみたいに感じている奴しかやらないと思ってる。でも、実際何を言ってもどうにもならないくらい、気持ち固めてる奴がいるんだよと。重たく決心して、気軽にやってしまう。ここにいる奴らは、本人と周囲の人間ができるだけ苦しまない方法を見つけてほしいと思ってみたいな気弁で、自殺を推奨したり調査したりする。俺は違う。死ぬな。みんな生きろ。何があったかは知らないが、死ぬことはないじゃないか。少し前に死んだ兄が少しだけ近いことを言ってて、なんとなく気持ちが軽くなりました。ありがとうございます。兄のパソコンには遺書が残されていた。内容は自分が先に行くことへの謝罪、脈絡のない文章、凄まじい分量で自分が死とどう向き合ったか。そして最後の最後、あの時のことに対しての、自分への謝罪が残されていた。謝罪を見て、自分は単純に悲しかった。そして兄の気持ちを理解せず、ただただ一人で舞い上がり、幸せな思い出として反芻していた自分が恨めしかった。自分たちは一卵性の双子なのに、同じ腹から生まれたのに違っていた。体が大人に近づくにつれて明確になってきた違いが、自分は気持ち悪かった。だからあの時、ようやく向いている方向が一つに重なったようで嬉しかった。自分は兄に受け入れられたと、打ち明けてよかったんだと安堵している最中、兄は自分に対して流されて乱暴してしまったと後悔していたのだ。兄は普通の人だから、それが当然なのに。気づくべきだった。もっと早く。兄の死の一因が自分にあったと気づいたこと、そして隠したかった全てが明るみになったことで、自分の中のある選択肢が急激に膨れ上がるのを感じた。死ぬべきだ。自分は、いろんな自殺サイトを巡って調べ上げた。自分は首吊りを選んだ。ああ、うるさいうるさい。両親から、また電話がかかってきた。出るわけがない。何も知らないくせに、止めようとしてくるな。歩み寄って理解していると思い込んで話す内容の節々から、無自覚な差別が滲み出ている。でも、ありがたくもあった。それを言ってくれるから湧いてくる怒りと申し訳なさの感情で、深く考えずに済む。勢いよく決心することができた。あとはもう、この縄を顎に沿って締めて、台から飛び降りるだけ。ああ、そうだ。部屋は暗い方がいい。紐を引っ張り電気を消した。縄は締まり、台は転がる。と同時に急激に苦しさが襲ってきた。頭が熱くなり耳鳴りがすごい。必死に準備をしてきたと思ったが、何かが足りなかったか。手が勝手に動いて首を血が出るほどに引っかく。その時、その虫はどこからともなく現れた。目の前に出てきたそれは、前見た時と同じような姿形だった。暗いのによく見える。ウジ虫にしては大きく、しかしミミズほど太くはない。次の瞬間、下腹部に重い激痛が走った。虫のもう一端が下半身から侵入して、自分の体内を通っていく。体中にとどまって、長く、なりながら、自分の体の上へと伸びていく。体は痙攣をし始めた。すでに力が入らない。意識を失っているはずなのに、痛くて苦しいはずなのに、そういったものは感じない。何も見えないが意識と感覚だけがはっきりとしている。
虫の先端が頭の中に到達した。体中を埋め尽くすように満ちていた虫が、短く、なって、頭に集まっていく。自分は一体どうなっているのか。わからない。下腹部、性器、顔の穴という穴、体から全てが漏れて吹き出して、呼吸は止まっている。なのに意識がある。長い長い時間、そのままだった。考える時間があったから、なんとなく自分はあの虫の正体を考えていた。もしかしたら、あの虫は兄なんじゃないだろうか。兄の意識があの虫に移って、自分を助けてくれたんじゃないだろうか。そんな都合のいい妄想をし始めた時だった。自分は、首を吊って死んだ自分の口から這い出ていた。自分の意識が二つあって、どこまでも長く短くなれるのがわかる。探したが兄は感じない。そんな、そんな。二頭中。解説。この虫は、形は毛虫に似ていてムカデではないが、体の前後に頭があるような姿をしているとされる。永遠に死なない、一卵性の双子のように、切っても切り離せない存在の象徴。として、完成。した虫。そして、である。この虫は自分に甘えるように寄り添うように、自分を肯定し続けてくれる。自分に何度もひどいことをされ、中も開かれたのにもかかわらず思っていてくれる。まるで、弟みたいに。いいな、それ。弟には永遠に生きてほしい。自分は死ぬのに、弟には生きてほしいなんて、わがままだろうか。いや、そんなこと、ないな。気持ち悪い虫。うん、それくらいがちょうどいいのかもしれない。俺も、弟も。